レレトロハートミュージックのどうやってみよう。はい、2024年6月号始まりました。ウクレレとレトロをこよなく愛するレレトロハートミュージック、ウクレレ担当のヒデピンです。ボーカルのピノノアルです。よろしくお願いします。はい、来ましたけれどもね、ちょっとね、なかなかいい季節になって、どこに来ましたか、いい季節になってきました。いや、もう6月になりましたということでございます。雨お好きですもんね。好きですね、雨は、うんうん、大好きです。最近水溜めて遊んでますからねバケツにどんだけ溜まるかなっつって何箇所か置いてこう一つに集めて、おおと思って。随分コアな面白いしということで、今月も2曲お届けしてまいりますね、はい、そうですね、はい、じゃあまずはハワイアンから。はい、ハワイアンはですね、アロハカウアイという曲をお届けします。はい、これはですね、マイキーアイウさんという、マイキーアイウさんだな、マイキーアイウさんという方が作った曲なんですけども、女性の方ですね。彼女はですね、ハワイアンルネッサンスのですね、うん、母と言われている方で、うん、もう正統派のフラをやっている方っていうのはこう少なくて、なるほど、ハワイアンの方たちに限られてたのを、うんうん、あの弟子をたくさん取り始めたんです。なるほど。ネイティブハワイじゃない人にも門戸を開いて、うんうん、こう誰でも習いに来ていいよと、うんうん、で、あの門下生を何十人も世に送り出してですね、保守的なハワイアンの人たちからはこう非難豪王だったらしいんですけれども、結局その門下生たちがあのハワイアンフラ復興 の、うんうん、あの担い手になって、うん、こう今があるっていう。なるほど、うん、まあ、そんな彼女がですね、うんうん、カウアイ島の友人のね、もてなしに感激して作ったカウアイ島を称える歌ですね。歌詞の一番最初の方から木花とか出てくるんですけども、うんうんうん、これがあのみかんの種類のカウアイ島の固有の種で、なんか小さいスパイシーな実がなるんですけども、それが木花っていうんだ。 でそれをマイレの霊に織り込んでね、うんうん、マイレってこういう感じの、こういう感じの葉っぱのやつなんですけどね。じゃあもう首にかけたその、そう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 、ちょっとスパイシーな、ここら辺にストラスな香りが、ちっちゃい実がこの辺にこう入り込んでるんですよ。かわいい。なんかそういうカウアイ島独特のもののことを歌ったりとか。あ、確かにマリヒニとか入ってますもんね。そう、観光客に対してこうすごく優しくて楽しい気持ちにさせてくれる、まあ、よそ者というか地元じゃない人たちにも優しいという、そうそうそう、へえ、カウアイアンホスピタリティ精神、うん、溢れてますよ。それではじゃあ聞いていただきましょう。聞いていただきましょう。はい、アロハカワイです。お聞きください。どうぞ。アロハ花、くわをかわいいりやめかまいれらうりりまいれりりへういようなおなへあろはばうやI'm not afraid to die.
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや綺麗な曲ですね、うん、もう私これ本当最初聞いた時に、うん、もうすごい美しい恋の歌というか愛の歌なんじゃないかと思ってたらもてなしの歌だったんですね。すっごい綺麗な旋律で、うん、うん、なんかこううっとりしちゃう曲だったんですけど、うん、美しさを称える歌、可愛いどう称える歌、いやー称える歌素晴らしかった、はい、ございます。じゃあ続いてはですね、はい、今年は12ジャンルからお届けするということで、はい、うん、ついに6月まで来てしまいましたけど、今年も半分じゃないですか。そうですね、まあ、私6月、まあ、先ほども好きと言ったんですけども、なぜか6月といえばボサノバなんですね、うん、なんかこうちょっと雨に似合うイメージがあって、ボサノバのなんかザン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 って画面の日なんか聞きたいなみたいな。だからもうだいたいこう勝手に9月か6月はボサノバ聞きたくなる、好きなんですよ。ということで皆さんにもボサノバを聞いていただきましょう。ということで、まあボサノバといえばですよ、アントニオ・カルロス・ジョビンじゃないですか。なるほど、うん、ね、いいですね、ボサノバを始めた方ですね。始め、そうで、まあ、その中で実は私歌ったことがないけれども大好きな歌がありまして。歌ったことない？ないんです。大体私歌いたいっていう歌は全部歌ったことないです。あのドーンでやっている曲っていうのは歌いたい、そう、もう歌いたいって言ってるだけで、もう歌ったことがない歌ばっかり歌わせていただいてるんですけども、今回はイパネマの娘というね、うん、ボサノバの代表曲を、うん、歌いたいと思うんですけれども、ね、はい、これ本当たくさんの、ね、方が歌われていて、うん、もうね、もうボサノバだけではなくジャズとかでも本当有名になっているんですけれども、今回これ歌っているのは女性、一番最初にこれを歌った女性なんですけれども、うん、これがアストラット・ジルベルトという、ね、はい、方なんですけれども、うん、バンドのまあ、ジョビンさんとかバンドやってて、うん、ジョビンさんピアノで、うん、でこ の, あのジルベルトさんはあのジョアン・ジルベルトさんといって、うん、ギターを担当していて、うん、で嫁奥さんがアストラットさん、うん、ああもうその頃結婚されてたんですか。もうそうみたいです。で一説では彼女はもう素人でその、レコーディングにね来ました、うん、でちょっと歌ってみろったらよかったからそれ採用みたいになったっていう説もあるんですけど、まあそれはちょっとほぼほぼ合ってるんですけど、実は素人ではなかった。あ、そうなんですね。そうです、歌ってはいて、うん、でいろんなところでちょいちょい歌ってはいて、だからか、まあ、歌手志望というかもうほぼ歌手ということで、で実際このイパネマの娘っていうのはあのブラジルのリオデジャネイロ、そう、うん、リオじゃねえだろ、違う、リオデジャネイロ、リオデジャネイロのイパネマ海岸というところがあるんですけど、そこの近くにあったバー、うん、ヴェローゾっていうところの名前のバーがあるんですけど、うん、そこにジョビンたちがもういつもたむろってもう飲んでウェイっつって楽しんでっていうか、まあ、そこでいろいろ話をしたり音楽の話をしたりしていたバーがあるんですね。でそこのバーになんかタバコを買いに来る女の子がいて、でそれがもう本当近所で噂の美少女なんですけど、身長が170ぐらいでもスラッとして、で当時の年齢はまあ10代後半、うん、ということでね、名前はエロイーザさんと言います。ずいぶんキワキワを攻めてくる名前ですね。そうなんです、エロイーザさん、なんかどうやらお母さんのタバコを買いに来てたらしいんですけど、自分が本人が吸うわけじゃなくて、そう、吸うわけじゃなくてお母さんのタバコを買いに来てて、だから実際の、あのいる女性の歌なんです。うん、で、そうなんです、ね、そうなんです。それでそのベローゾっていうお店は後にガローダ・デ・イパネマとか言ってちゃんとイパネマの商売始めちゃってそうそうそう、でエロイーザさんもなんとかのイパネマって言って自分でなんかお洋服のブランド立ち上げたりとか
うん、なんかいろいろこう皆さんこう手広、よかったじゃないですか、みんな幸せになって、そう、ほんそれでね、いいよいいよって言って、うん、みんな好きにやれよって、うん、みんな ここに儲けなさいよっていうか、うん、才能発揮しなさいよってなればよかったんですけど、あ、ならなかったんですか。そのかわいそうにこのねアストラッド・ジルベルトさんの女性のね、はいはい、かわいい女の子、あの子もこうポンって来て歌ったわけじゃないですか、うん、それ でこのバンドのサックスの人がいるんですけど、はいはい、あのよくこうねあの YouTube にも見てたらなんか彼だけこう結構吹きまくる、ブワーッつってそうそうなんかこうソロで映ったりとかしちゃう、うん、彼がまた汚い人で、あのいいんですかそんな公共の電波ですか。もうねこのねアストラットさんにね金を払うなとかね、やっぱ昔はみんなねカツカツで頑張ってましたからね、しょうがなかったのかもしれません ね、 ね、はい、ということで、あのダメですよ皆さん、ちゃんと分け与えてねシェアしながらね、うん、これは僕のだ私のだって言っちゃダメです、どうぞどうぞね、そういう気持ち で、ね、そう幸せを分かち合いましょうよ、ね、ということで、はい、はい、話は長くなりましたけれども、うん、イパネマの娘、これボサノババージョンで歌いたいと思います。それではお聴きください、どうぞ。Girls are walking, and when she passes each one, she passes girls. Ah, when she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so gently. The way she passes each one, she passes girls. Ah.ありがとうございました。ありがとうございました。これはもうクタクタに疲れました、うん、この曲は。あ、そうですか。ああいう弾き方したことなかったんですよ。避けてたんです。ウクレレだからジャカジャカ弾いてなんぼだろう。あ、そうですね。ウクレレはやっぱこうストロークというかストラミング、うん、12ジャンルのせいで踏み込みました。ありがとうございます。いやいや、これからもよろしくお願いします。はい、ということで。レレトロハートミュージックのどうやってみた。また。
た来月お会いしましょう。アローハー。